中国人観光客日本に生きたトノコレラウイルスを持ち込む刑事告発へ。本日農林水産省が中国人観光客が持ち込んだ2つのソーセージからトノコレラウイルスが確認されたと発表しました。こちら今年1月12日に中部空港に持ち込まれたソーセージからウイルスが確認されたとなっており、家畜伝染病予防法では 違法な畜産物の持ち込みは100万以下の罰金か3年以下の懲役と定められております農林水産省は今後違反事例を集約し持ち込みを繰り返した場合は告発するなど対応を強化する方針ですこちら産経新聞の報道なんですが現在 JA が農協がこのトンコレラウイルスに対応するため職員に動員をかけており現場は 相当疲弊している模様です日本政府は全ての航空会社などに対して搭乗前に乗客に畜産物を持ち込まないように警告するよう要請しさらに外国人観光客に対して入国時に同様の警告をしていただくようお願いいたします政府はこれ以上日本にトンコレラウイルスが持ち込まれないように全力で 対処していただくよう重ねてお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました